さあ、それではですね、Hello World ーーというのをですね、ちょっと文字を大きくしてみましょうかね。では、どうやったら大きくするかなんですけど、タグと呼ばれているですね、少しこの尖った括弧ですね。こちら、タグと呼ばれています。で、タグはですね、大体いいですね、110個ほどあるんですけど、覚えてる人はまずいなくて、大体いい40個から50個ぐらい覚えていれば、もう HTML は知ってると言っていただいて大丈夫なのかなと思います。 で、タグはですね、必ず、閉じタグと呼ばれているものがございます、まあ。たまに閉じタグがないのもあるんですけど、まあ、基本的にですね、閉じタグというのがあります。これはですね、H1 タグと呼ばれていて、H1 タグにも必ず閉じタグをつけてください。これ、閉じタグつけないとですね、次の文字も全部ですね、大きくなっちゃったりするので、必ずですね、閉じタグというのをですね、つけておいてください。この とがった格好で、スラッシュをですね、手前に書いて、H1 で締めていただくと。そうするとですね、このタグで囲まれた部分だけが大きく表示されているのがわかるかなと思います。で、この H タグというのはですね、ヘッドタグの略で H ですね、H、HEAD のヘッドですね。で、これですね、ヘッド、H タグっていうのはですね、全部で6つございます。なので、 H2 から3、4、5、6ってやっていただいて、いただくと、このような感じですね。順番に大きいのから小さくなっているのがわかるかなと思います。なので、H1 を大見出し、H2 を中見出し、H3 を小見出しみたいな感じで使うことができます。なので、あまり4、5、6は使わないんですけど、だいたいですね、H1、2、3で大見出し、中見出し、小見出しみたいな感じで使うときが。 多いのかなと思います。あとですね、基本的にタグで囲っていた方がいいので、これ今、aa、aa となってるんですけど、こういうですね、文字情報はですね、パラグラフタグというのを使うと良いかもしれません。aa の間にパラグラフタグを挟みますね。そうすると、パラグラフとして扱われるんですけど、こう開業されてますね。開業はどうするかというと、br というタグと書く と改良することがで、きますで BR タグにはですね、閉じタグがないんですけど、ない場合はですね、このように書いても大丈夫なんですけど、スラッシュをですね、最後に入れてあげると親切かなと思います。で、こうやって少し見やすくしてあげてもいいかもしれないですね。はい、HTML 上にですね、こう、タグの中は少しスペースを空けた方が見やすくなると思います。これをですね、 インデントを開けるという言い方をしたりしますが、こうやってですね、タグの中なんですよというふうに書いていただくと親切になるかなと思います。HTML のプログラム上では、こうやってスペースはあるんですけど、実際の画面では、しっかりと左側に寄ってますね。なので、見やすくなるためにこうインデントを揃えてあげるっていうのを、プログラマーは皆さんもやっています。例えば、リストタグっていうのもありまて、 UL タグをですね、まず書いて、その中にですね、リストタグをつけるときは、このようにして、インデントをですね、開けていただくと見やすくなるのかなと思います。インデントはですね、半角スペース4つ分なんですけど、半角スペースが2個分の人もいたりします。これは人によったりするんですけど、Visual Studio Code のデフォルトは半角スペース4つ分ですね。こちらはちなみに、タブを1回押すとですね、4つ分。 開くことができますので、ぜひですね、このインデントをタブで揃えるっていうのを覚えておいてください。で、シフトを押しながらタブを押すとですね、4つ戻せたりしますので、ぜひこちら、タブを押してインデントを揃えるというのに慣れていただくと良いかなと思います。それでは引き続きよろしくお願いいたします。まずはですね、HTML。 ハイパーテキストマークアップラングエージの略ですね。インデックス .css を今回開きたいので、インデックス .css を書きます。このウェブサイトですね、公開したいと思います。ヘイルウィンド CSS。 ネットフリックスとか、ちょっと古いですけど、クラブハウスとか、イベントを開催するときに使われてる、ミートアップっていうサービスにも、テールウィンド CSS 使われてますし、これからこういうのを学ぶと、転職とか、あと自分でサービスするときに、いいサービスがすぐ作れるのかなと思いながら来いていただけると嬉しいです。